はい、こんにちは。さあ、今日は、テクニファイバーのラケットを使ってトラックマンのデータを取らせていただこうと思います。お名前聞く前にまず身長何て言ってる？186cm。 ありがとうございます。自己紹介お願いします。はい、テニス365の田村和也と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今まで他のメーカーさんも来ていただいたんですが、まあ、基本、まあ、社員の方というか、ね、なかなかここでプロが出てくるとどう数字が変わってくるのか僕らも興味津々ですが、はい、使ってるじゃあラケットなどもご紹介いただいていいですか？はい、使ってるラケットは、テクニファイバーの T ファイトの305という、ラケットになっています。はい、はい、ガットは？ガットはレーザーコードの125ですね、ゲージが。はい、はい、いくつぐらいで買ってますか？47ポンドです、うん、はい、買ってます。ありがとうございます。T ファイト305っていうと、まあ、やっぱりメドベージュ選手も使ってるラケットっていうところで、はい、比較的皆さん打ってみたいという方が多いんです、はいはい、ただね、なかなかもう置いてあるお店もちょっと少ないんで、はい、ただね、最近横浜店も始めたところなのでぜひどういった結果が出るかというのも楽しみですので、よろしくお願いいたします。お願いします。ウィンザー、早いっすよ、本当に。はい、おお。ウィンザー、じゃあ計測終了いたしました。お疲れ様でした。ありがとうございました。やべしたね、さすがプロのボールっていう感じでしたが、結局も今までこういった計測して、はい、スピードを測ったりとか回転を測ったりとかっていうのはあんまり経験がないですね。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ結果出てるんですが、まあ、ボールのスピード、フォアハンドについては、平均が140キロ、140キロで回転数が、まあ、2100という形ですね。はい、でメーカーさんにも打っていた、いろんな方に試していただいてるんですけど、やっぱりこのコートでなかなか2000回転台がベースってなかなか高い数字になってくるんですよ。まあ、僕ら庶民というかね、一般レベルから見せる感じになっちゃうんですけど、ね、これだけのボールのスピードでやっぱりこの回転数っていうのはやっぱりさすがだなという感じはします。でバックについてはやっぱりちょっとフォアより少し落ちて127キロの1978回転っていうのが平均です。はい、でやっぱりこのスピードが出てるとか回転がかかってるっていうところもそうなんですけど、やっぱり1球ずつのね、その安定感っていうところがやっぱりすごく高いレベルで打たれてるなっていうのは改めて感じます。はい、でサーブなんですけど、平均でなんですけど、今ファーストサーブだけね打っていただいたんですけど、はい、計測制限196キロが平均。平均で当然平均がこの数字なんで、10球ちょっと打っていただいた中で、まあ、200キロを超える数字っていうのもやっぱりあって、一番今早く出たので 200.6 かな、はい、が一番早い数字という形で出てます。はい、やっぱりね、なかなか200キロ超えってね、難しいですけど、はい、はい、まあ、それもね、こうラケットとかがその影響もやっぱりあるとは思うんですが、普段使ってるこの305、はい、このラケットについてどうですか、ちょっといいところというか。
そうですね、僕はそもそも回転かけるのがグリップの薄い人間なんで、やっぱちょっと苦手というか、そこまで得意じゃないんで、どっちかというとフラット系で、やっぱいろいろボールしたいっていうので、まあ、この305だと、面倒が少ないんで、コントロールがやっぱりしやすいっていうところが、やっぱり一番、好きなところなんですね。やっぱり目が細かい方が好きですかね。はい、ね、はい、まあね、サポーティーの話もあって、これもね、やっぱり縦一応18本っていう形で、そうですね、なかなかね、5g 軽い300があっても、そこから 5g 以上の差を感じるラケットかなと思いますので、ね、やっぱすごいなっていう感じがあります。はい、で、バットについてはどうでしょう。はい、バットも同じで、スピンガットとかもいろいろ試させてもらったんですけど、はい、このレーザーコールの方がやっぱりこう、弾きというか、食いつきがちゃんとしっかりしてくれるんで、これもコントロールしやすいっていうので、レーザーコールを使って。テクニファイバーのガットもいろいろ試されてきてます、ね、今まで。そうですね、うん、はい、レザーコードもね、やっぱりこう選手層からはすごく信頼のあるガットだと思いますからね。はい、で、テンションが47ポンド、はいはい、で、やっぱり思われるのは見てる方とか一般の方もそうなんですけど、結構その50ポンド以下で貼らないで、まあ、50でとか、はい、52、3でっていう方も結構いらっしゃるんです。はい、で47、やっぱり選手が張ってるここをこう見させていただいてても、平均としてはやっぱり50いかないぐらいの方の方が多いんじゃないかなと。そうですね、特にね、これ見てるね、高校生、あ、結構固く張るんで、あるんですね、なんか言ってあげて、言ってあげてほしい一言、まあ、テンション固ければいいってことではないですね。やっぱ今ラケットがすごい進化してきてるんで、固く張っても緩く張ってもちゃんとメンブレを抑えてくれるんで、全然硬く張る必要はないかなっていうふうに思います。どうしてもね、イメージとしても力ずくで振ってボールが飛ぶ、入らないってなると、やっぱり硬く張るっていうのは結構ちょっと多くなってきたっていう部分もあるんで、やっぱり40ポンド台っていうのもぜひ試していただければなと思いますね。はい、はい、このラケットも人気出てくる。テクニファイバーもね、本当に認知度がどんどん上がってくる。はい、はい、なんか使う方もね、やっぱり今だとメドベージュ選手が世界ランク2位っていうところ、はい、シフィオンテック選手も活躍してるし、やっぱりどんどんね、国内でも注目度上がってきてると思いますの で、ね、今後もね、ぜひお試しいただければなと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。